こんにちは、ドットカラー YouTube 校です。私は福岡でダンサーをしているズグズン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 光です。今回はチャールストーンとクラブステップのレクチャー動画2本を撮ってみました。最後にですね、私の大好きなエイビッチさんの曲に合わせてやっています。ぜひ皆さんも動画を見て練習してみてください。まず完成形の方をズグズグズグズン、どうぞ。I've always been by your side. Do you remember? I've always been by your side. Do you remember me? I've always been by your side. Yanni, zero gotta burn up. Ayay, hanas turn up. Afuren bagari no murasaki hero house era burn up.Kabatti kurete mo muda na seijin janai no name me the psycho iwanai no kini suru jiken janai na tanoshimu koto wa nokeru to zutto kakae nagara ikiru no don't you know don't you know that that will kill you so move for me now move move for me now why ha I put it on my daughter 自由な自分を持ってる誰もがリミット外して思い出す coalition have fun pour out fun wine sorry that's my life go agaステップ練習は声に出してやってみるのが一番わかりやすくてできるようになると思います。今回のクラブステップだったらダウンからアップに変わる少しちょっと難しいステップだったんですけど、ダウン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 アップ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 、このリズムを自分で最初は声に出してやってみてください。せーの、ダウン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 アップアップアップ。チャールストーンはですね、最初は1,2,3,4,5,6,7,8 ゆっくりめだったんですけど、2個目はうんちゃっちゃっちゃうんちゃっちゃっちゃ早いリズムになってるので、皆さんも一緒にうんちゃっちゃっちゃ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 、このリズムを声に出して練習してみてください。それではレクチャーどうぞ。はい、ではまずクラブステップの逆バージョンのレクチャーをしていきたいと思います。クラブステップはですね、以前にあず先生がドットから YouTube 校の方に載せていただいているので、そちらを見ながら練習してみてください。はい、逆バージョンいきます。まずガニ股で立ってもらいます。次右足一歩ずついきます。右足がつま先立ちになります。左足がかかと、これで今内になってる状態です。で、このままガニ股に戻します。次反対です。左足かかと、右足、あ、すみません。左足、つま先、右足かかと、内股。で、元に戻す。1,2,3。1,2,3。1,2,3。1,2,3。この時にポイントがですね、1に開いた時にこの腰が右に出るとすごくやりやすいので、これがこう足だけになってしまうとどうしてもちょっとやりづらくなるので、腰を出すイメージで、でリズムはアップですね。アップエンアップエンアップエンアップ、もう一回ゆっくりいきましょう。最初は一歩ずつでいいのでゆっくりやってみましょう。右足からいきます。つま先かかとガニ股、つま先かかとガニ股、1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 一気に開きましょう。トンタトンタワンツ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 。はい、ではこのクラブステップから続けて逆のクラブステップに行くレクチャーをしたいと思います。まず普通のクラブステップなんですけど、シングルシングルダブル、シングルシングルダブルします。これは
以前にあずさ先生が載せていただいたクラブステップになります。シングル、シングル、ダブル、シングル、シングル、ダブル。次ですね、ポイントが2回目、タッタッタ、チャッ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 でついていただいて、次ここから逆のクラブステップに入ります。チャッチャッチャッダブル、シングル、シングル、ダブル。来たら一回落ちて打ちで、ここでまたこっちのクラブステップに入ります。ダブル、シングル、シングル、ダブル、エンタ、ダブル、ハハ、ダブル、落としてドンドンドン、ダブル、うんうん、ダブル、ドンドン、チャッチャッチャ、ドンドン、チャッ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 チャ。でポイントがですね、これはワンツースリーエンフォーファイブシックスセブンエイエン、エンカウントになります。タッタッタ、チャ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 、ワンツースリーエンフォーファイブシックスセブンエイエン、ワンエンツーエンスリーエンフォーエンファイエンシックスセブンエイト、ワンツースリーエンフォーファイシックスセブンエイト、タチャチャチャ、タタタタタタタ。はい、では音に合わせてやってみましょう。いきまーす。ワンツースリーエンフォーファイシックスセブンエイト、ワンエ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 ンシックスセブンエイト、ワンツースリーエンフォーファイシックスセブンエイト、エン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 、チャカチャン、ダウン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 、アップ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 、チャカチャン、ダウン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 、アップ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 、チャカチャン、ダウン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 、アップ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 、チャカチャン、ダウン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 、アップアップアップ。はい、では続いてはチャールストンのレクチャーに行きたいと思います。まずですね、基本的な足の動きをやってみるんですけど、まず足はつま先立ちになってください。でこれを内外内外、まずこれを練習してみましょう。トン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 、でこの時ずっとかかとは上がったままです。つま先立ちでやります。はい、ここができたらですね、次ステップに行きたいんですけど、まず、まあ、どっちの足からでもいいんですけど、今日は右足からいきます。ワンツースリーフォー、一二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 、この足の運びを覚えておいてください。でここにさっき練習したですね、この動きを入れていくんですけど、まず今普通にこう歩いていったんですけど、この右足を出す前のエンカウントで足を、両足をですね、内にします。でこの時ポイントは、こっちの足は内にしやすいと思うんですけど、反対の足ですね、上がってる方の足もしっかり内にギュンと入れてください。でこの時結構つま先に力を入れたら内に入るので、そこを意識してやってください。でこれが成分 A、 円のカウントで上がります。で
足がついた時に両足がですねガニ股になります。で次左足を次前に出すんですけど、出す前に一回準備をして円で内に入れてからガニ股、次後ろに下がります。円ドン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 、はい、大事なのはここです。しっかりここで両足内側でガニ股、内ガニ内ガニ内ガニ、はい。でさっきこのステップをしたんですけど、イメージ的には足を円で横に出すイメージですね。横に出して前、横に出して前、横に出して後ろ、横に出して後ろ、ドン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 。でこれが早くできるようになったら、この足をですね、今まで結構こう上げてたんですけど、そんなに上げずに滑らす感じで滑らかにステップができたらかっこよく見えると思います。はい、では続いてはさっきやりましたチャールストンの応用バージョンいきたいと思います。まずですね、足はさっきやったこれ一緒です。内外内外で絶対つま先立ちになってください。かかとを上げたまんまです。で足の運びなんですけど、最初は右足が斜め前に出ます。左斜め前ですね、クロスになってる状態です。次今後ろになってる左足を横に出します。で今出した足を元に戻します。で右足と次反対です。左足が斜め前に出てクロスになってます。右足出して戻して元の位置に戻る。ワンツースリーフォー、ワンツースリーフォー、ワンツースリーフォー、ワンツースリーフォー。まずはこの足の運びを覚えてください。ここからできるようになったらですね、徐々に速くしていってください。うんたったった、うんたったった、うんたったった、うんたったった。はい、ここにこのチャールストーンの内外の足をつけていきます。一回ちょっと速くやってみるんですけど、まずつきます。この時、ガニ股の状態ですね。で、内外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 、こういう形になるんですけど、ガニ円内ガニ内ガニ股内股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 で、ゆっくりやるときはまずダウンアップ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 をつけてやってみてください。そしたらすごいわかりやすいです。これができるようになったらもうダウンアップをつけずにリズム、このうったったったうったったったうったったった、このリズムでできるようになったら振りにも入れやすいので、ここまで頑張ってみてください。もう一回ゆっくりいきましょう。ガニ股、内股。ガニ股、内股。ダウン、アップ。ダウン、アップ。ガニ股、内股。ガニ股、内股。で、ここですね。ここは、もう本当に足を左足はちょんってつけるだけで大丈夫です。結構右足に体重が乗っかってる状態にしといてください。ここは本当にこれぐらいです。で、戻す。トン、うん、チャ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 、タッタッタ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 。はい。では、今度は A ビッチの曲に合わせて
やってみたいと思うんですが、まず最初、先ほど教えたこのチャールストーン、普通のチャールストーンを1/8やって、次の 1/8 で応用バージョンのチャールストーンをやります。で、もう続けてクラブステップやって、この逆ですね、クラブステップの逆もやっていくんですけど、そうですね、曲に合わせるので、まずチャールストーンは1、2、3、4、5、6、7、1、8、1、2、3、4、5、6、7、8で内側、内股で止まってください。止まったらダメかここでもう足つけちゃって大丈夫です。で、ここからですね、ここからクラブステップに入ります。1、2、ダブル、5、6、ダブル、エン、今逆の動きです。チャチャチャ。で、クラブステップはさっきレクチャー動画と一緒で、もう一回、もうワンセットします。ワン、ツー、ダブル、ワン、ツー、ダブル、うん、うん、逆の動き、トン、トン、逆の動き、トン。この今つきました最後のチャチャチャ、これが終わったら次チャールストーンにこのまま行くんですけど、ここからこの動きに入ってください。チャチャチャ、うん、は、ブン。なので、チャチャチャついたら、もう次の時点でチャールストーンの準備に入ります。で、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シック、セブン、エイ、うん、タッタッタ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 、クラブステップに入ります。チャッチャッチャ、クラブステップ、チャッチャッチャ、アップ、アップ、タッタッタ、アップ、アップ、もうワンセットいきまーす。ドン、ドン、タッタッタ、ダウン、ダウン、ハッハッハ、アップ、チャッチャ、うん、うん、はっはっはっは。ここでチャールストーンに変わります。多分ここがちょっと難しいんですけど、チャチャチャ、うん、準備、あったになります。はい、では曲でやってみましょう。チャールストーンからいきます。チャールストーンとクラブステップはですね、ダンスを始めるにあたってとても基本的なステップになるので、ぜひ皆さんマスターしてください。今回は Awich さんの曲でやってみましたので、 Awich さんのファンの方も、まだ Awich さんのことを知らない方も、ぜひこの曲を聴いて練習してください。トトカラ YouTube 校はこのようなレクチャー動画を今後もアップしていきます。トトカラ YouTube 校は入学がとても簡単です。下のチャンネル登録ボタンをポチッとするだけで入学できます。ぜひ皆さん入学してくださいね。待ってます。私ひかりもインスタグラムをやっているので、下の概要欄に貼ってあるので、ぜひフォローしてください。プロフィール画像が花嫁写真になってるんですけど、まだ結婚してません。どうだけ。それではまた次回のレクチャー動画お楽しみにしていてください。バイバーイ。
5分間